伊口城は、富山県南都市池尻にあった、日本の城。南都市指定史跡。なお道県下新川郡朝日町大河省にあった伊口城も同じく、伊口市の居城である。規模は、東西135メートル、南北99メートル。東西に長い方形の四角を堀で囲い、堀を挟んだ東側には、出丸があった。詳しい追記年代は不明だが、 鎌倉時代後期に付近を支配していた豪族井口氏が寄っていたと言い,い、おそらくこの時期に気づかれたものと思われる。井口氏は古市のボルガ山州市によると、藤原敏人の後裔である斎藤氏の流れを組み、中世に越中国と並軍で勢力を誇った石黒氏をはじめ、野尻氏や宮崎氏と越中国の有力国人の多くは井口氏の流れを組むとしている。 また、戸賀氏家府には、藤原敏人の三男三吉を、井口氏の始まりとしているが、尊卑文脈にはその名がなく、疑問が残る。また、古代の在地主張で、越中国主も務めた、理派心の光栄とする説もある。このあたりは、石黒氏の経図問題が絡むなどして難解であり、衝述を避ける。南北朝期諸島、井口氏は、 越中国守護名古屋中の小名古屋時金と共に、中仙台の乱に参加したり、足利高氏のご教書を得た、越中国守護不問年賃に従って挙兵して、越中国国士中野院叩清よと戦いこれを、イスルギ山にて廃止させたりと活発に動いている。昌平年間になると、南朝方の有力者だった、越中国守護、桃井忠恒が、越中国省の城を拠点として、 周辺を支配した。井口氏はこれに従い井の口城は、小の城の市場として機能した。井口氏が、野尻氏らと共に、自家常の敗下として、各地を転戦している様子が、太平記に見える。公安2年には、直常が、品濃国より、越中国へ侵入して、兵を集め、北朝方であった、加賀国守護の富樫氏を攻めるも撃退されて、井口城へと逃げ帰っている。 その後、王安二年に、桃井直和が再び、東氏を攻めたが再度失敗に終わり、逆に、能登国守護の吉見氏に追撃されて、同年9月24日、井口城は、越中国千代が様城と共に落城した。桃井勢は、越中国松僧城へと逃れた。井口氏はそれに従って、越中国大化省へと拠点を変えたと見られるが、その時期が、 井口城が落城した時なのか、それ以前なのか、はたまた南北長期より前にすでに移っていたのかは、半然としない。もしくはもともと同族が大河省に居住していたか。なお、井口城は室町時代まで使用されていた形跡があるという。主格の形跡は、なんとか確認できるが、墓地となっている。堀は水田へと形を変え、地表面での形跡は皆無である。 石碑と案内板が立つのみで、王子の面影は少ないが、これまでの発掘調査により、上域南東部で二重の堀が見つかり、城の使われた期間は、南北朝時代、室町時代、戦国時代前期の二時期に分かれることなどが判明した。1992年1月10日に、市の史跡になった。高知整理の際に、城の周辺から五輪島をはじめ、 大量の石頭群が発掘され、池尻中世石頭群として、南都市の有形文化財に指定され、近くに展示されている。これらの石頭群は、井口城に関連しているものと思われる。ありがとうございます。